ロマートっていう名前で活動してらして、ブログとかも、そうですね、なんか何冊か出してます。ページも、ソンフォーのね、そうですね、ソンフォーさんのページをちょっと見させてもらって、私の大黒力のブログからもリンク貼ってますし、この LINE の、東雲のクリさんのお店に関しては、リメイクの方のブログにも詳しく、写真もいっぱい載せて、ぜひ、生き方とかが書いてますので、ぜひみんなが集まれる場所になってほしいっていうね、このね、彼女の気持ちがね、またちょっとなんか感動して書いてくれて、なんか一人でうるうるしながら。このクリさんにもとってもまあ興味があるので、南高校出身、南高校出身、結束がないこの台はすごい、みんなバランバランなんだけど、いやなんかでも今の時期になってまた集まれるようになってきました、ね、どうですかね、私はもう5人しか集まらない。よかったですね、南ラインが。南ラインが。ね、もう、いつも北大寺ラインある K 高校ラインでね、飛ばされてますからね。おさげ気味なので、ここで M もあるし、M ラインで。いいですね、でもなんか長いこと付き合える同性の友達とかね、なかなか難しいですからね、やっぱり男性ってあんまりこう拠点が変わらないことはあるけど、うん、女性って本当に拠点も変わるし、いろいろ動くから、なかなかね、難しいけど、皆さんおしゃれですね。おしゃれです。自分でやろうとこういうお店も、まあ、ちょっとあんまり言っちゃうと実は次回来てもらいたいなって思ってるので、まだ彼女に相談してないんですけど、お楽しみで、ただもうすごい、いろんなものをお持ちなので、彼女もすごいじゃん。そうなんです。もうこのお仕事にしてるこういうこと以外にも、実はフルマラソン2回走っているという。フルマラソン42.195キロ。2回も2回ももう2回も。いやって言って計算するんですよ。5時間ぐらいかかる。そうですね、私はあんまり速くないんで5時間。いやいや、それは当たり前ですよ。プロじゃないんだから。5時間は早い方でしょ。いいだってなんか芸能人の人でも6時間かかりましたとかみんな言ってるけど、5時間も走れない。走れないよね。それはどこを走られたんですか。一番最初に走ったのはホノルルマラソン。うわー、みんなホノルル行きたい行きたいって。そうですね、迷子になりそうよ。みんな行って走るじゃん。ホノルルマラソンを走られて、そしてそれから市民マラソンの平和マラソンだったりとか、いろいろあるんですけど、そういうのを、まあ、県内の時々出て、で、つい最近、そうですね、ハーフも、ハーフも走ったことあります。それどうしてまたそのマラソンを？あるんですね。すごく知ってると思うんですけど、高校の時はいかにこうマラソン大会をサボろうかっていうぐらい。本当ですよ。マラソンの授業をサボろうかっていう。全然走れるような人じゃない。それ美貌で打ったんですよ。っていうのが走るのが大嫌い、特に長距離が大嫌いなんですけど、なんかね、すごい自分の一番嫌いなことをやってやろうみたいな、なんか思った時があって。面白い、ね、そんな人生のうちと思う時がなかったね。できれば嫌いなことはね、私なんか嫌いなことはせずに他でカバーみたいな。周りにそういう走る仲間とか影響もあるんですけど、こうスポーツクラブに属してた時にこんな大きなポスターで、あなたもこのフルマラソンに来ませんかみたいなのをこう見ながら前に通ってると、ちょっとその気になって、どうせ嫌いならまあ一番景色のいいところに行ってやろうと思って。面白い。でも足がパンパンになってる。そうですね、2回目
前の時はそれなりにトレーニングもしましたけど、だってすごいトレーニングじゃないですか。だって 42.15 キロってね、5キロとか3キロとかならね、まあなんとかなる。5キロか3キロでもすぐや。10キロもなんで10キロにしたんだろうって思うんですよ。部屋回りますね。途中でね。5キロにしとけばよかったっていつも思うんですよ。走ってるんですよ、10キロ。10キロ走って、ヒロブロマラソン部っていうのもありましてですね。あったですね。前の走りよって、まだ。実はちょっと何人かサボってるんですけど、すみません、ヒロブロマラソン。え、みんな走りよって、みんな走りよってですよ。カゲさんとか走りよってですよ。江島さんとかも走りって、江島さん走りよってだと思うんですけど、え、誰の江島さん走り、江島さん結構ほら、うん、合気道やっていろいろされてますよね、今度聞いてみると違うんだけど、あと売り坊さんも今年は走ろうねとか言って、あ、そうなんだ、みんなすごいな。ちょっと別口で今回はザサイズのお友達と走ることにしたんですけど、うん、でも10キロでもね、まあ、最初は本当1キロもしんどかったですよ、うん、初めの時は走ったことも、私歩くんだったらね、うん、できると思うけど、もう走るのがね、短距離は大好きだけど、もう本当にね、ちっちゃい時から長距離がもう大嫌い、うん、私も短距離派だったので、ね、見てるタイプかもしれないです。もう短距離はもうすごく好きで、うん、もうすごいあれだけど、長距離は私もずっとね、いかにしてサボろうかと思って思いますよね。お腹痛くならないかなとか、風邪ひかないかなとか。そうそうそう、でもすごい、すごいよね。でもなんでこんなスリムなんですか。そう、私まずね、走る前に痩せないときは私もだけで、ね、でも、あのとっておきの練習方法があるって聞いたんですけど、え、あの家の周りが、あの高架と高架、坂道だらけのところにありまして、走り始めが坂道、登るか下るかで、どの道どっか走って帰るのに坂道を通って帰らないといけないので、うわ、それを繰り返してたらなんとなく足腰が鍛わるんですかね、わかんないですけど、やっぱりね、努力が違うよね、綺麗な人は。サボってやらないので今全然走ってないですけど、暑いから、でもあまりこう一生懸命走る必要もないんでしょ、あの練習で。本当は多分走り方は痛むもんね。そうそうだ、ね、ちょっとそういういざ言うときに練習ようなら、そういう私にもできるような練習方法をアドバイスしてほしい。私も結構真面目な練習なので、こう大会に申し込まないと練習をしないので、大会に申し込んで追い込みながらこう、あ、そろそろ走らんとやばいみたいなぐらいののんびり具合でやってます。今のデブさんが、ヒロブロ偽物部代表ですって、まあ、こんなのはないからみたいな。まあ、でもデブさんもね、走る人ですよね。走る人だよ。ね、そうですよね、スポーツマン。偽物じゃない、本物ですよ。本物です。でも追い込まないと、あのっていうのは、その追い込むっていうのはね、なかなか追い込みませんからね。マラソンもそう思ったんですよ。だから自分でする、ことじゃないですか。身の丈、まさに靴があればいいという、靴と水があればいいという。そう、今日のテーマは自分でする自分ですることなんて、すごい、そうなんて究極じゃんとかとか、いやでも今してらっしゃるんですよ。だけど本当、あのようやくなんか自分でするっていうことが増え始めた、あの実感が出てきた、あの年代ですね。本当アラコン、アラコン、私も頑張らんといけ、アラカン走りとない、一緒にセットってるみたいな、クルちゃんが走ろうやらせたらどうしようこれの機会に、いや本当に、いや私多分ね、まず体重を落とさないと、あの膝に負担がきすぎるので、まず細くなってから走らないとね、大変なので、お腹とかね、でも歩くだけでも全然いいらしいので、そうですよね、ちょっと最近ね、サボり気味やっぱりね、綺麗な人っていうか、本当にあの綺麗な人って努力家だなと私つくづく思うんですよ。自分がね、あの3年足らずで10キロぐらい太ったんですけど、その3年足らずで10キロ太ってね、つくづく思うことがね、やっぱりね、努力しなくなる、努力しなくなると太る、やっぱり。だから綺麗な人ね、綺麗な人ってやっぱり何かしらね、あのきちんとね、自分をあの律してるっていうか、自分のあのなんていうの、
コーディネートというか、そういうのやっぱりね、されてる。コーディネートしてるわけですよね。でも自分をコーディネートしなくなったらね、やっぱり良くない。と最近ね、そうなんだと思って。そうなんだ。じゃあ明日からこれ自分で、自分でコーディネート。そうそうそう。いいコーディネートして帰ろう。そうだと思う。やっぱりね、自分のコーディネーターは自分なので、やっぱりそういうことをきちんとされてる人なんだろうなと思って、自分がその、なんていうの、良くない状態になって、ちょっとね、分かりました、ね。やっぱ自分を常にコーディネートしないと。でも、傍から見ると、全然良くない状態でもないけれども、きっと、ね、自分の中ではそういうことを感じるって、やっぱりいろんなことでもあるじゃないですか、なんか人から見たら。いつも幸せそうねとか、そう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 そ
みんなそうなんですよ、ね、みんなそれぞれ抱えてる今ね、多分ね、あの日浦さんだと思うんですけど、日浦彩子さん、韓国、そう韓国から、アロマのアヤリンダ、そう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 、どこから来たのかな、私のフェイスブックから来ちゃったかな、いつもね、サポートをしてくださる77277さんって、あの、ウジス女子出てるんですけど、いつもいらっしゃるんですけど、その方が、私のフェイスブックに書き込んだ日浦さんのコメントをここへ書いてくださって、気づかなかったから、私たち、ね、日浦彩子、韓国から見てます、もしや、栗木さん、同じ幼稚園だったかもです。幼稚園だ。でね、ユーストリームの書き込みが分からなかったらこちらで失礼しますってフェイスブックに。だから私たちは今フェイスブックチェックしてないから、727さんが教えてくださったんだけど、もしかして同じ幼稚園だったと思って。本当ですか、ね、まあ、ちょっと違うのね。あ、彼女の方がちょっと若い。いや、どうなんだろう。どうだったでも同じ幼稚園だったら幅そんなにないよ。そうね、いやいやいや、一個は若いか。だって幼稚園って幅狭いから、そんなにね、何年もじゃないので。今日はなんか素敵な人つながりばっかり、彼女、でもアロマで今韓国で大学で教えてくれるんですね。エリーナさん、お母さん元気ですか？本当だ、あのフェイスブックにカリンちゃんが住んだんだ。そうなの、カリンちゃんが亡くなってね、うちのアンとね、あの天国で遊んでる夢を見たんだって。絶対遊んでますよ。なくなったってその明るいのは何だろう。カリンちゃん、ワンコがね、ウェルシュコーギー、コーギーな、で、そうですね、これ宣伝、宣伝、こちらの宣伝から、はい、でね、ちょっと切り替えるとまた止まるのは嫌なので、ちゃんとこっちで、はい、いただきます。これ、イーナン町ってどこですか？島根県の伊南町ですよね。あの9月15日から、23日まで、連休の、はい、ずっと毎日ね、あのいろんな活動されているセラピストがたくさん集まりまして、はい、癒しフェスタっていうのがあるんですね。まあ、ちょっと初日だけなんですけど、あのアロマのエアフレッシュなのを作るので出させていただくんですけど、いろんな香りとか、ね、いろんな名前で、はい、イーナン町セラピーフェスタ2012って書いてあって、はい、9月15日なんかあのそういう森林セラピーとかを結構創生して街を行ってらっしゃる、全部そういうふうな綺麗な綺麗な女の人たちが行くあの綺麗なこのセラピストもたくさん集まってます。じゃあ皆さん、イーナン町でチェックされたらきっと飯南町のホームページに多分書いてあると思います。アロマハンドマッサージとかリフレクションとかいろいろ出してくれるのが飯南町すごいな。あのドライブが広島から2時間ぐらいもあればというところなので、あのお誘い合わせるのでぜひぜひお越しください。もういろんなセラピストがたくさん集っていますので。飯南町でどっちから行くんですか？需要方針をずっと上がっていく感じ。三好の方へずっと行くのかな。私も趣味が詳しくないんですけど、アクセス方法もアクセス方法も出てくるんですよ。54号ずっと行くんですね。
15日は加藤時子さんが来られるぐらい頃よいが実物が来られるんですか。実物が来られるで2時半から観覧無料で、はいはい、公開ラジオ、ラジオ関西の加藤時子の事件に乾杯っていう番組いらっしゃるそうで稲南町からされる、はい、9月15ですか。そうですね、その加藤時子さんは15日にいらっしゃる。へえ、その前に稲南高校の吹奏楽部がいて、もうちょっとね、ポイントかなみたいな。吹奏楽はね、ちょっとポイントなんで。私は吹奏楽部で、その吹奏楽をずっとやってたので。はい。じゃあ、ナナパパがもう。そう、もうね、なぜか、その、ナナパパからね、あの、銀ちゃんからの、もう、ここ吹奏楽関連の方々がとても多いんです。吹奏楽お嬢さん。そうなんです、娘が吹奏楽入りまして。ねえ、吹奏楽でもいいですよね。私ね、本当に感動した。なんかみんなで音を作って一生懸命やるのって本当にいいですよね。本当にすごい。じゃあぜひその加藤時子さんの前に吹奏楽部の演奏も、はい、聞いて、その後はこういろいろいろコーナーで、はい、なんか万華鏡作りとかそういうのもあったりするんですよ。無料体験コーナーでトップリ作ったり、吹き矢、射的、吹き矢で射的、面白そうですね。忍者じゃん。吹き矢よくある。稲南町っていうのはちょっと新鮮でしたね。うん、今までに出ない、あの、町名なので。ハンモック体験もある。ハンモックに乗れるってことですかね。オーガニックな食事とかね。食べ歩きコーナー。美味しいものも多分。自然が売りな町なんですね。すごいですよ。何よりあの空気が多分美味しいと思う。確かに確かに。ぜひそれじゃあ9月の連休は、はい、稲南町へ、はい、行ってみてください。行ってみてください。すごい。でもそれでそれで私の方からも紹介させてもらいたいんですけど、このゆかちゃんの中尾さんのですねワンピースを。中尾さんがある日ワンピースを持ってきまして、もうちょっとこれ着れないからどうにかしたいんだけどっていうので、じゃあ短くしてみようかとかっていう。かわいい。後ろちょっと、後ろじゃーん、かわいい。ちょっと工夫してですね、あのブラシを後ろにつけることで、分量を増やしてお腹周りをゆったりとさせて、隠せるとも隠してねみたいな、ボリューム持たせたおかげでお腹周りがこう、どこにお腹周りすごい。でもバランスよく着れる感じなので、うん、そうですよね。今すぐ着れる。じゃあ近くでもその質感を、はいはい、ちょっと見せてみましょう。キレ、ね、がすごくおしゃれ、ね、今からの感じですよね。秋口、本当9月の中旬過ぎたぐらいとか、まだノースリーブになれるけど、うん、ちょっとあのやっぱり秋のテイストとかね、ブーツなんか合わせる人もよくいますけど、トップをこういう風にしてもいいかもしれないですね。これあと写真を撮ってちょっとアップしますね。あの色が難しい色なので、ちょっと写りが、それまだあるんだよ。余ったところをですね、スカートの部分がこう余ったので、ちょっとスヌードにしたらっていうコーナーですね。ああ、おしゃれ。こんな感じで、こんな感じで。またやろうかしら。じゃあそれも早速みたいな。もう何も。もうもうスカートだって言わないでくださいね。そうなんや、なんかじゃあ着てても。なんかそれだけでちょっと秋のテイストで。そう、秋天気。言わなきゃわからないですよね、スカートだって。さすがアイデアだなと思って。でもね、私本当に感心するのはね、この分量を増やすのに裏地を使うとか、ちょっと考えつかないじゃないですか。本当はもうデザイナーさんの先にも出してらっしゃるデザイナーの3年ぐらい前の世界のデザインなんですよ。で、これのこの手がもういっぱいやっぱりコピーされて作られてて、その発想で同じ発想で作ってるから、あの元々そういうものを、あの新しいものをリメイクの手法で作るデザイナーさんもいっぱいいるので、うん、そういう発想を何て言うんでしょう、借りるというか、あの頭に入れといて、リメイクに使うんです。でもこれすっごい可愛くできたと思うんです。
いや、おしゃれ、すごいおしゃれ。すごいおしゃれ。リメイクというより、さっき言われた新しい新しい風になったね。でもこれがもう、ウエストのね、あれのベルトだったんですけど、これを使いまでうまく出てあげて、はい、こういうのとか、最近の評判のいいのでとはですね、すごい、これが、あら、あの、おしゃれ、これも、そうなんです、革と帯と帯締めを使った、うん、確かに帯締めだわ、これも帯締めなんです。確かに帯締めだ、すごいすごいすごい、でこれも本当全部を組み合わせて、レザービッグトートって流行ってるんですよ今年、でこうカラーブロックになってるのも、あの要はすごくこう良かったというか、なんかすごく、うん、あのシックな感じですね。トートバッグなのに、シックな感じで、ね、あでも、ちょっと、ちょっとおしゃれしたのでも、あのモテる感じ、まあ、このキリッパの感じがすごくいいですね。もうキリッパで、キリッパなしです。この帯締めも、あの真ん中で切って、自分でこうほぐして、で水で湿らせてビヨビヨってなったのをまっすぐにしてっていうようなことをしてやってます。おしゃれ、おしゃれ、なんかあのたくさん入るよこれ。そうですね、で私たちほらもらったじゃないですか、ママ、ごめんなさいね、みんな私ね、もらったじゃない、あもうね、私ずっと使ってるんですよ、それはね、すごい使い勝手がいいので、ね、ずっと私学校にね毎日持っていくので使っているんですよ。みんながねおしゃれねって言ってるの、なんか洗ってくださいよかったら、洗ったらまたちょっとキュッとして、こうパンパンってやってそのまま干しといたら、ね、もうちょっとくし、あの今ちょっとくたってなってますか、そしたらもう一回シャキッてすると思うんで、水に通したら、うん、いやまたすごいわ、やっぱり何でも自分で工夫すると、あの誰とも違うものができるんですね。そうなんです、人とね絶対に被らないので、あの、ね、いいですよね、十何万円出して、ね、人と被るの嫌じゃないですか、ね、マックとかって、はい、それでここ最近お世話になっているもちもちの木、古田のお家でやらせていただいているリメイク教室なんですけど、今日はこれを紹介させてください。本当、町の方に開放されてて、ね、誰か行ってもいいんですよ。で本当ここの、もちもちの木の空間で、あの2時間ほどみんなでリメイクをして楽しみましょうっていうので、竹中代表をはじめ、皆さんが今リメイクをしてくださってできるかね、竹中さんが竹中さんはおしゃれさんなので、おしゃれすごい、もうあと、なんていうんでしょう、思いっきりがいいじゃないですか。確かに思いっきりがいいので、さささっさっとにかく作られてです、すぐに来てだし、これって今度は9月5日水曜日が来週の2時から4時ですね。それで毎月2回水曜日に実施予定って書いてあるのは、もう9月からだいたい定期的にっていうことですね。そうです、第1、第3水曜日のだいたい午後になっているので、もうそれで定着すると思います。なんかここら辺のもうお洋服いっぱい持ってる人がわざわざこれ着られるかしら。でも手ほどきをしてもらって自分で作るんですもん、ね。そうなんだ。アイデアをもらうんだから。そうなんです。私のはもう本当に自分でするなので、自分でやって、できるところはやってくださいっていうのが本当にもう。自分で皆さんがそういうふうな生活に取り入れられたらいいっていうのが一番の思いだから、私の場合はやって差し上げて、じゃあいくらくださいっていうんじゃないですね。広がりますよね、だってずっとね、楽しみじゃないですかね。今度はこれ、今度はこれ。そう、参加費が500円ってお安いし、持ってくるものは直したい洋服、これはまあお着物でも洋服でも何でもいいんですよね。そうです、直したい服、はい、とあとお裁縫道具を、そうですね、はい、ちょっとしたものがあれば大体は用意していってますけれども、
だから丈をこう詰めるのにこれは どれくらいにしたらいいかまで言ってもいいか、うん、そうですね、分からないですよね、常に自分だったらね、そう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 、だから難しいんですよね、すごくそういうことをこう考えたりするのが好きなんです自分が、だからその方によって似合う丈とか、そうですね、本当に生活するのに手持ちの靴やブーツとかに合う丈っていうのは違うので、本当相談していただきたいです、みんなで考えてそれがいいわよって言ってみんなでワイワイで楽しい、ずっと楽しめますね、そうです、いい趣味になるかも、でも結構影響は受けましたよ、ちょっとなんちゃってないですけど、いやいや、もうなんちゃってももうもう釣ろうと思ったけど、いやいや待ってよ、やってくれてるんですよ、それをあのブログに載せてて、そう、お恥ずかしながらこの間も着てたもんね、ちょっとしたことですけど、シャツをリメイクしたの着てたし、確かに楽しみが広がります、何着けようかなとか、やっぱりなんか自分でするっていう癖がやっぱりつくと楽しそうですよね、うん、やっぱ何でもこうね、うん、買うとか頼むだけだとどうしても限りがあるけど、うん、毎日毎日ね、なんかどんな風にしようかとか、次はどれを切ろうかとか、そう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 、ね、自分でするって本当にちょっと考えてみたんですけど、まず安上がり、で、かえって時短、あの時間が、うん、あの人に頼みに行く、その人のところまで行く、うん、でやってもらうっていう時間の節約にもなるんですよ、結局、うん、あのそう自分ですることに、うん、で何よりも満足度が高いという確かにね、達成感ですね、うん、あのそうですよね、自分でやるし、それにオリジナルだからね、そう、世界に一つしかないからね、うんうん、あ、なんかまた書き込みが、あ、あけみさんからですかね、うん、あ、それからあの飯南町の、はい、森林セラピーフェスタはもう727さんがちゃんと貼ってくださっている、はい、で、あけみさんからゆかちゃん、飯南セラピーフェスタの宣伝ありがとう、一緒に盛り上げようね、楽しみにしてます、はい、お願いします、今日なんかね、あのすごい途中で切れたり切れたりしているので、うん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 、ちょっとあの10時を過ぎてるんですけど、あの今調子がすごく良くなってもうそのままちょっと伸ばしてるんですけれども、はい、まず前半がね、キレキレだったので、うんうん、しっかり宣伝したり、アピールしたりね、してください、あーでもリメイクね、あと最近秋田方の、うん、あのあ出てましたね、そうです、うん、秋田方でするあの着物のリメイク教室が、うん、あの募集したんですけど、15名の定員がいっぱいになったんです、おすごい、秋田方の皆さんありがとうございます、うん、まだやってないんですけど今からでもご期待に応えられるような、うん、多分、うん、お着物だったら皆さんね、きっとたくさん持ってて、かといってね、なかなか着ないし、かといってね、誰かにあげるとか捨てるとか絶対できないから、多分楽しみにされてるんじゃないでしょうかね、飽きたことなかなか盛り上がりますね、素晴らしい、本当にすごくもうあの、ね、しっかりと宣伝してもいただいて、でもこういうのっていいですよね、なんか自分ね、本当テーマ、うん、自分でするのってやっぱりなんか嬉しいじゃないですか、ね、嬉しい、そうなんですよ、嬉しい、そうですね、うん、なんか嬉しい、自分で気づいて自分でする、うん、嬉しい、うん、本当にあの、うん、もう、ね、他人に迷惑かけないし失敗しても自分で失敗しても楽しそうなの、あれ楽しかったりね、自分の生活を自分で作るという実感がありますよね、実感がありますやっぱりね、だから私100均が今お流行りなんだけど、まあ、もちろん便利にね使うのもいいんだけど、なんかそれって結局あの適当に安く買っちゃったものってすぐ捨てたり、もう愛着が湧かなくてどんなに扱ったりしがちじゃないですか、だけど自分で作ったらね、なかなかそう存在には扱えないし、そう大事に大事に、物のこうね
り立ちっていうのもおのずと分かりますよね、うん、それだけ手がかけてあるとか言ったら、うんうんね、あのやっぱりあの経済のあれでも適正価格とかって大事だと思うんですよね、うんうんうん、あのむやみやたらの安い価格を要求しないという、うん、あの市民のやっぱり感覚も、うんあのうん、昔はね、うん、いやだからねプラス今から100均なんかのがあるんだよ、うん、この前ね見てみたら100均で売ってるもの300円とか500円とかにシールつけたまま投げてたの発見したんだけど、こんなのって500円で買っとったんだって、10年前、うん、やっぱり500円かけないとそれができなかったんですよね。だから今はだからなん、うん、でもどうなんだろう、中国だからそれが100均にあるのかな、うんうん、いくつとかやっぱり、ねね、なんかカラフルでよくわかんないんだけど、うん、なんかでもあのちゃんとしたものはちゃんとした値段で売ったり買ったりしないと、うん、なんかこう、うん、そこに気持ちが乗りにくいというかね、うん、よく分かんなくなってしまうので、うんうん、やっぱり適正な価格で、うん、適正に買った方がいいかなと思いますね、うんうん、なんかゆかりもなんか宣伝しなきゃいけないんじゃないですか。あ、そうか、これね、あのようわからんのだけどダメですよ、はい、あのはい、今西名屋な、古江店で、はい、4次元サロン、はい、吉田賢治個展をやっています、はい、なんか、はい、面白い絵を、はい、なんか大阪の方だと思うんですけれども、はい、今うちで展示をしています、8月22日から始まって10月中旬までやってます、はい、あのお近くにおいでの時は見てはい、西名屋さんというか西名屋は古江店の方がちょっと広いんですけど、はいはい、古江店もギャラリーとしてね使ってますので、提供、はい、もう本当に提供してくださってるし、うんはい、それから中町店も奥でやってますので提供してくださってて、うんはい、もし何かあの、はい、飾りたいとかあったら、うん、あの一声かけていただいたらはい。だから私の提供ですよね。そんなこと提供なんですよね。だからもう自由に貼っていただいて自由に提供していただくっていうことなんです。だからはがきとかいろいろ置いてくださってたり、うん、でお好きな方はたくさん買われますしね、うん。絵を販売される方もいます。この建物はなんか非売品になってますので、はい、違うようですね。ぜひね皆さん何かその自分のなさったことを発表したかったら、ね、ぜひ西名屋に相談してみてください、うんはいね、あの場所を提供してくださるの で、ね、こうねいろんな意味で発表の場になったらね、うん、いいんじゃないかしら、はいうんね、吉尾みどりさんみたいなこともあるそうですねあの中町店は結構あのうん、なんてですかパワースポットで結構あそこで展示された方で、うん、後々すごいね、うん、あの羽ばたいてらっしゃる方が多いんですよ。そうなんです。だからぜひぜひ本当に思い切って出してみようと思う方は思い切って飾ってみられたさんはパワースポットですよね。いやそうです。あのねあの次にマミちゃん、はい、マミちゃんですよそれとかあのほらボールルームダンスのね、山崎さんが永久になっちゃったですからね。そうですよ。広島では初じゃないですか、永久ダンス。ラテンの。ラテンの。綺麗な方で、ここで踊ってくれちゃった。すごいですね。私ですね、見に行ったんですよ。あの、福山、ね、あ、尾道でね。もうね、素晴らしかった。実際に見てみたいです。すごいですよ。もう思わずね、本当にね、感動しました。素晴らしい。特にラテンは難しそうですよね。美しい。もうすごく美しくて上品なのに情熱的でね。そうです。もうファンになりました。ぜひ。はい。見に来てください。そして中町店はあの、はい、長岡さんのコーディネートだけど続々となんか展示が決まってるみたいなので。中町？はい。本当？知らない。うん、やっぱりほらこれ。わかります。天真爛漫さと。はい。ぜひ皆さん、これちょっと華やかなんだけど、ちょっと天真爛漫、ちょっと無邪気なところがあってっていう、はい、もうまさしくこれだと思います。あ、そういえば来た。
中さんも。北中さんってね、はい、有名な写真家さんも11月に11月にされますので、あれはちゃんと覚えた。多分ね、ちょっとまあ言ってもいいと思うんですけど、あのフェイスブックとかヒロブロとかでもね、取り上げられてると思いますけれども、武田道也さんって広島スケッチの方がいらっしゃるんですよ。あの方9月の上旬から仲間視点でされると思います。私のフェイスブックでまだ友達になってない。大日ひとみさんじゃなくて、いえいえいえ、武田、あの人は、はい、つなぎました。あら、どうしよう。私は大変、友達審査しなくちゃ。それがね、私にまあ、あとはもう全部長岡さんがねされたんですけど、私実際に見に行ったんですよ、武田さんの作品を、ご本人もとても素敵な方なんですけど、作品がね、スケッチのその写真で本になってるのももちろん素晴らしかったけど、あの原画が実はね、こんな小さな段ボールの切れ端とかなんですよ。それがまたね、ものすごく味があって、なんか瑞子さんと仲良し、あ、そうかもしれませんね。そうです。瑞子さん、まあ、いろんな方が、はい、応援されてますが、では向井さんとかみんなグループは知っとんじゃない。瑞子さんは仲良し、瑞子さんの仲間、あ、そうなんだ。ね、皆さんね、瑞子さんも、ね、応援されてる方なんですけど、実際原画をね、見せていただいたら本当に味があってね、その本になった写真の部分よりは、まあ、もちろん原画のそれをね、一度見てください。本当に素敵なんですよ。で、ご本人がまたね、とってもナチュラルでね、すごく素敵な方です。本当に、なんか私ね、どんな方か分からない。今頃ね、すごい、よく友達申請が来るんですけど、彼は来てない、こう見て、彼にもしてないから、だから、まあね、いんまい。まあ、いろんな方いらっしゃるけど、そうそうそう、武田さんは素敵な方でした。顔がね、写真、原則写真じゃないと、わけがわからない人がね、なんかおまんじゅうじゃったりする人はもう排除することにしたんです。